No, 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 no. Finally! で、今日はね、このぐらいでちょっと、明日ちょっとね、早いので、バーベキューの時のね、ツイート、ぜひ、見ていただけたら、幸いです。美味しいものをね、ちょっと作って、皆さんに、写真でもいいから、還元したいなと思ってますんで。あれしていいですか、ちょっとエールの方を最後に読ませていただいてもよろしいでしょうか。ということで、はい、名前を入力さん、今日のスマブラも明日のバーベキューも全力で楽しんでこいよ。ありがとうございます。400エール感謝します。フルフルさん、布団ちゃん、モデルナワクチン2回目打ってから2週間咳が止まらないので、やばいかな。なんかやばいかどうか分かんないから医者に行くといいかなと思います。ナケトさん、布団ちゃんが楽しそうにスマブラされてるのを見て240ル感謝いたします。カニミソさん、布団ちゃんこんばんは。来週に北海道行くんだけど、なんかおすすめのお土産とかありますか。お菓子が北海道のなんだっけ、六花亭の、俺さ、未だにちょっと食べたいなってのがあって、六花亭の飴玉、なんかね、ブランデーだかワインが中に入ってる飴玉があって、それがなんかね、なんか20代ぐらいの時に初めて食べてすごく美味しかったんで、なんかちょっとぜひ触ってみたらいかがかなと思います。 花畑牧場だっけ、マサオのマサオ舐めたい、マチオに告白しようと思ってる。脇垣のみんなには悪いけど気持ちを動画にしたから、ぜひ見てください。1分半だから。なんかあれだな、そんなのがあるわけないのに、そんなものがあるわけないのに、ちょっと見てみますか。そんなものが絶対あるわけない、このように。なんでやねん、 スマブラのあれじゃねえかよ。あれ、俺コピペ間違えた、間違えてるな、コピペ。もうこれあれしてんだ、コピーしてんだこれ、多分おそらくね。すごいね、ハンジョールラップを歌ってみたってやつか、要はね。なんでよ、俺はよ、気持ちを何の動画にもなってんの、伝わりませんでした。240円じゃありがとうございます。ナケトさん、何このクソサイト、エンターをしただけで遅らさっちゃってよ。布団ちゃんさんの影響でスマブラ買いました。絶縁状態の兄弟と仲直りできました。ありがとう。なんかいろいろあったな。あと、ドレッドやる前にフュージョンやってほしいです。メトロイドか。メトロイドドレッドやる前にフュージョンやってほしいです。ことか。240。ちょっと参考にさせていただきます。肯定的 BOT さん。布団ちゃん、47都道府県がラップゴッドになる動画見てくれ。なんだろ、なんか俺、みんなと会話ができねえわ。なんなんだ、ラップゴッドって、まず。ちょっと面白いったな。さあ次行きましょう。ウェブハラスメントさん、あさってはバーベキューが終わってますね。その先の楽しみはありますか。200円ジェル感謝いたします。あんま考えてないです。はい。猫さん、マチャオ、もうガンダムユニコーン打ったかな。配信許可取れたら打ってみてくれ。ちなみに僕は今日チバリオで5万バカやったよ。チバリオでスロットでしょ。お疲れ様です。240ル感謝します。親チャンネルさん、先日30連覇したものです。やっとネット対戦で1勝できました。少しずつコツ掴んでいき、相手が空中から着地した隙に一撃、ガードして攻撃終わりに一撃、そうしていくうちに勝てるようになりました。ありがとう。いやいやいや、一緒に頑張っていきましょう。シミだらけの抱き枕、スマブラのおすすめキャラはエロスーツサムスです。負けても断末魔と見た目でストレスが溜まりにくいんです。いい考え方だね。400L感謝します。まだ出てないわ。大阪直美講演会です。明日10月16日は大阪直美さんの24歳の誕生日です。240L感謝します。新サザンクロスさん、マサオ様、今は気にしなくても大丈夫ですが、将来的には優先ランプでプレッシャーが安定した回線で戦うことができます。240L感謝します。スーパーオグリクロスワンさん、お疲れ様です。最近少しずつ寒くなってきたのでお体にお気をつけください。あと、よければ布団ちゃんのおすすめのサンマの食べ方を教えてください。明日ね、サンマやるんすよ。炭火のバーベキューでやるサンマ、マジとんでもないんすよね。遠赤外線で、
なんかちょっとね、周りはパリッと中はふっくらで炭の香りがサンマに、もちろんスモークチップでもいぶすんですけど、それが俺一番好きなんで、ちょっと明日楽しみです。写真撮ります。親チャンネルさん、視聴者に完全敗北した街は、そんな彼らに陽気に声をかける人物がいた、相棒のテリーだ。その後は街は世界チャンピオンとなり、2人は結婚。よくわかんない。それを聞いたダスオークは孤独感から静かに息を引き取った。去年44、今年じゃねえか、死んだの。あれじゃねえか、おめしかも。なんか高田の伝説みたいになってんじゃんよ。なんか森久保ののさん、鉄拳4デビルはクソだ、400ドル。やったことないですね。感謝いたします。M4 ミョンパッドさん、昨日マリオ使って、あ、ミョンさん、フトンちゃんと対戦できて嬉しかったです。3日目でこれはマジでうまいので頑張ってください。ちなみに僕発売日に買いましたが、コマンドができないのでバスターウルフできません。あれね、ほんとキングオブと一緒なんですよ。バスターウルフがパン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 バスターウルフっていうのが、だからまあちょっとほんとちょっとあれだったよね。その分やっててよかったなって思いました。審査さん、クロスさん、マサオ様、アイランドでアイマス打ったから結構勝ってたので昇格でありますが献上いたします。240、みんなパチスロが多いな、うん、パチスロの方たちが。ミホさん強かった、一番最初のマリオの人でしょ。アゴマンゲアシさん、ふわふわ降りるんじゃなくて空中の時に下に降りると早く降りるぞ。そうなのよね、頭まで明かせても意識に、まだ無意識になかなか行ってないね。400で感謝します。白霞雨さん、町山の困り顔を見てるとちょっとだけムラムラしています。ところでふとんちゃんはパスワードとかってどういう風に決めていますか。なんか自分の銀行のパスワードとかはなんか子供の頃の友達の電話番号の下4桁にしてて、うん、これって言ってもまあ別に大丈夫だよね、これ。そんなのね、うん、友達のね、そうそうそう、まあ、っていう意味もあって忘れないですよね。子供の頃のさ、友達の電話番号って忘れなくない？そんなんで特定しないしだってっていうような、まあ、ワーキングメモリーって言うけど、普通一から電話番号を覚えるのは。だけどさ、エピソードの記憶になってんだよね。なんかその友達の電話番号がもう、なんでだ、絶対今はかけないんだけど、家電なんかにね。はい。ホウスケさん、困り顔に注意したい、240、感謝します。アゴマンチンポ大好き姫さん、キノコノコノコマチャオのチンポ、アゴマンゲの真相大将、マチャオのチンポ元気な子大好き、マチャオのチンポッポカオス、400L 感謝いたします。モロニウムさん、幕末志士の坂本さんがテリー上手いからぜひ、へえ、そうなんだ、参考にしてみます。動画は長いんでリンク貼っておきます。後で見ておきます。坂本さんやるんだね。マサオのマサオなめたいさん、布団ちゃんメテオするときにジャンプして降りてるからそれやめた方がいいよ。あとスマブラガチでやるなら GC コンを買わないと選択肢はないと思います。だって240、感謝します。なんからしいね、正直これではやってる人いないらしいよ、うん。名前を入力さん、本当に全力楽しんでていいね。読み上げる。感謝します。うんこまさん、東方セント力、1030万 !3日目だと、上出来すぎると思います。そもそも最初みんな必殺技出ないですよ。クラウド超使いすぎて出すの頑張ってください。240、感謝します。なんかまあ出して使ってみたいね。でもテリー以外もう使えねえよな、今な。アテナさん、マサオ、あなたは強くなれます。8000L、金のトロフィー。感謝いたします。ありがとうございます。タコマンゲ強心者さん、なんか名前変わってねえか。フトンちゃん、今夜も配信ありがとうございます。フトンちゃんのテリーかっこいいですよ。お腹壊さないようにしてください。240、感謝いたします。ありがとうございます。タマキンかゆいウォーカーさん、マチャオ乾燥させてせいか無意識で袋をかきむしっちゃったよ。血が出て痛がゆいよ。しっかりオールをつけてください。400、感謝します。もう常につけてください。名前を入力さん、勝敗や強弱にこだわらず自由に遊んだ方がもっと楽しめると思うけど、フトンちゃんの好きなようにすればいい。でもやっぱり勝敗にこだわっちゃいますよね、この手のゲームは。うん、でもすごい最後強敵倒せてよかったなと思いました。400、感謝します。大将天心ゆわさん、頭がニワトリみたい、あ、鳥頭って意味じゃなくて寝癖が可愛いなって思った、真剣に。ってことは進化してるね、羽毛布団に。よくわかんないです。240、感謝します。テンパなんですよね、基本的にね。寝癖っていうか、なんかこうやって上に鳥みたいになっちゃうんですよ、中途半端に髪が伸びると。髪の毛がの長くなってきたんで切りたい。親チャンネルさん、スマブラ30連敗してもらえず、300万台で弱いって言わないで、190万の自分が自信喪失して死にたくなるから。240、感謝します。
頑張っていきましょう一緒に。小栗旬本物さん、布団ちゃんスマブラ配信ありがとう。3日目にしてはめちゃくちゃうまいから自信持ってくれ。ぶっちゃけ2ヶ月でビップはいけるレベルだし、半年でスマメイトっていうところでモサのための対戦サイトで戦えたもん。いやほんそれでもあれでは最初だけだと思うよ。だって俺エイペックス最初やった時も同じことでしたからね。プレデターいけるとかはさすがに言われてないけど、最初はね俺ねもう配信やってて分かるんだけど、あのね最初はチヤホヤされるのよ。あのなんかこう面白い、なんかこう大手のゲームやると、うん、すんごいチヤホヤされてたから。でこれである程度多分登ってって、あのなんかあるのよこう低迷期が、その時が辛いぞ。はい、ありがとうございます。アポクリン太郎さん、おえちゃん頑張れ、お前も200エンジェル感謝いたします。アナベルさん、ふとんちゃんこんばんは。韓国アイドルのオーディション番組ガラパラおすすめです。来週25日にデビューする9人がお決まり。前回の大事人だって。韓国アイドルオーディション番組か。俺でも20って日本の歌歌ってたから好きになれたんだよな。韓国のオーディション番組ってさ韓国の歌だからさ、まあ分かんねえんだよな。あまあでもなんなんのは韓国の歌だったけどね。まあ結構割とパイオニアになれないんですよ。後先でハイエナするタイプなんで、面白いテレビ番組を。いろんな人たちがおもろいおもろいって言ってるやつに俺群がって、おもろいっていうタイプだから、まあ、ぜひ、みんながおもろいって言ってくれたら多分見るかなって思います。ここからか。ドクパスタさん、最近彼女できたけど、彼女のに恋愛の好きという感情がないみたいで寂しいんだけど、どうすりゃいい、まあ、ちゃお、お茶。中二病だね。うん、恋愛の好きなんて俺も分かんねえよ。みんなも分かんなくない？恋愛の好きとかさ、なんか何なんだろうな、うまく言えないんだけど、なんだろう、大事にしたいとなんかセックスがしてるとかそういうのじゃねえ。なんか本当にこの人が幸せになってほしいっていうことになると、その人が選択する行動とか価値観をなんかこう尊重したくなると思うから、俺なんかそれだと思うんだよ本当の。なんか俺の中での 愛っていうのはね、うん、まあちょっとよく伝わんないかもしれないけど、はい、愛し合えるといいなと思います。そういった意味でね。 風立ちぬのヌーさん、まずガチで上手くなりたいなら後でいいからこの動画を見てくれ。特にガーキャンコードとベクトル変更っていう技術は必須だから、そこだけ見てほしい。コピーしておこう、後で見ておきます。ヘムさん、布団ちゃんスマブラお疲れ様です。難しいかもだけど、下強上強パワーゲイズはいいですよ。全部当てればガードも割れます。へえ、あ、それはいいね。へえ、下弱蹴りってかあれでしょ、下強が下弱蹴りなんだけど、でそれで上に持ち上げるのでパワーゲイザーで、へー、全部当てるとガードも削れんだ。それはすごくいい。布団ちゃん、君は誰が好き？何6秒ミスマガジン。6秒で伝わるのか。家族全員990円から。いや、ちょっとミスマガジンさんはなんかちょっとやっぱいろいろあるから、ちょっとまた動画が消される可能性があるから、ちょっと、うん、やめときます。多分ここにあるよね、ちっちゃいけど全部同じに見えんな。ちょっとわかんないですよね。センシティブな動画でまたさ なるかもしんないじゃん。じゃあ分かってしょうがねえなこんな野郎。どれだ、ミスマガジン。ミスマガジン、いやー、どの子だ。この子かな、左から2番目の子かな、うん、かな、うん、ちょっとでもなんかその表情によってちげ、ちょっと何とも言えないですけど、はい、左から2番目でした。はい、ありがとうございます。
った。ヘナさん、僕が見つけた綺麗な加藤さんを見てよ。加藤さん。加藤さんってどの加藤さん？なんで分かんねえよ、俺知らねえよ、あのちょっと分かんねえです。陰郷ポッポさん、配信お疲れ様です。プロコンで戦闘力1041もあるので GG コンじゃなくても大丈夫です。むしろボタンの数が多いのでプロコンもおすすめです。おお、だから結局だからまあどういう道しるべで来たって感じだよね、おそらくね。うん、おそらく、うん、見てやれよ。何だって、わかんねえ。なに、もう頼むよ、何も言えねえってば。うん、ネオダイマさん、マサオ200円ジェル感謝します。ギガ侍、布団ジェンの好きな AVC、 何 AV 女優じゃなくて AVC 女優か。ちなみに俺のおすすめはユーリマイナちゃんな。俺ね、まあ最近ね、なんだっけな、ちょっとね好きな子がいるのよ。ただ誰だっけな、地雷系じゃない、地雷系じゃなくて七瀬なんちゃらさん、ミヤちゃんみたいな、七沢美也ちゃん、うん、が髪の前髪パッツンの黒髪のストレートの子なんだけど、 VR 見たんだけどとんでもなかった。もう割と地雷系なのか、とんでもなかったわ。うん、ごめんね皆さん、本当に気を悪くしたら申し訳ありません。ドクドク出たわ、ドクドクなんかもうマジでとんでもなかったわ。アメーバみたいなのが、なんかアメーバみたいなのが出た。はい、ということです。ということでね、スマブラ配信皆さん、お疲れ様でございました。まあお疲れって何がお疲れかってあれでかもしれないけど、わかんないんだけど、とても楽しく、ゲームすることができました。またね